どうも、タカホヌスです。9月14日のアップデートについて告知が出ていたので紹介します。今回のメンテナンスは短めです。お使い、道場のタイミング等に注意しておきましょう。更新後のガチャは、スクナ神妙丸と鬼神聖者のダブルピックアップ、両方ともフェス限です。いや、鬼かよ。最近実装キャラだと黒駒咲が有能フェス限だったので、性能は期待できるかもしれません。一応ステップアップ対象なので、課金できる人はこちらの一肩代がついた特別ボックス小箱を購入すればステップ5まで回せます。今回も誰得なコーマ島ピックアップガチャが開催、3キャラともすり抜け対象なのでこちらをわざわざ回す必要はないでしょう。当然コーマ島も開催されます。今回は10階層追加、25の倍数回ではないのでおそらく報酬に甘方代はありません。次回にお預けとなります。復刻開催されているネムの日のイベントエクストラが追加されますが、クッキングタイム18よりは簡単なので構える必要はないでしょう。復刻イベント後半もポイント報酬交換ラインナップが追加されます。一肩代も追加されますので、イベントをあまりやらない人もこの報酬だけは交換しておきましょう。コーマ島のログインボーナスもう少しなんとかなりませんかね。そして一定期間テロ小屋の経験値が3倍になります。食べ物が空っぽにならないよう管理には十分気をつけましょう。ログインできない間も経験値を得ることができるので、この期間中は特にフル活用しましょう。そして先ほどもさらっと説明しましたが、特別ボックスが販売されます。個人的には1万円課金しても一肩代が一つしか手に入らない大箱を購入するより4900円で一肩代一つ手に入る小箱の方の購入をおすすめします。大体の一肩代がついたパックは1万円が相場なので、小箱を購入するという選択肢はありです。ステップアップ巻物パックも販売されます。こちらは購入の際についてくる紙結晶が同じ課金額でも少ない点にはご注意ください。金の巻物の入手手段としてはありです。竜の巻はもちろん、月仙型のキャラに大量に必要な虎の巻、場合によっては最近有能キャラがたくさん増えた速攻式に必要な鳥の巻なんかも枯渇しがちなので、課金できる人は購入しても良いでしょう。それ以外は軽い不具合修正、そしていつものメンテナンスのお礼です。では皆様、良いロストワードライフを。この番組はいつも最速のエンターテインメントを提供するレイク兄弟とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。